演舞開演。どうも、本日はシュトレーゼの塩豆大福こしあんを食べたいと思います。粒あんもあったんですけど、粒あん売り切れだったんですよね。なのでこしあんにしました。あ、もちろん両方とも、あ、好きですよ。ご対面は粉すごっ。おりゃ気をつけないとボロボロいきますね。てかもういってるか。ではいただきます。そりゃもちろんどっちもですよ。でも敷いてあげる。お餅はすっごく弾力があって噛み応えがあり、それを噛みしめると中からあんこの優しい甘さが広がりますね。豆大福なので少々ですが粒もあり、食感も楽しむことができて、ただのこしあん大福とは違う美味しさがありました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。